ポーションクラフトやります。新規ゲーム一旦これで物語の始まり。あなたは自分の海を探し求めて世界を放浪する新人錬金術師です。長い旅の後でついに商売を始める場所を見つけました。空き家、町の外れに古い空き家がありました。錬金術の設備や庭があるところから元の持ち主は錬金術を行う人だったようです。見たところかつては錬金術師が住んでいたようで、積もった埃の厚さや家の状態を見ると長い間誰も住んでいなかったように見えます。わかるんやね、パッと回転早っ。あなたはこの家をポーションの店にすることに決めました。決断力。何日かかけて掃除と準備をした後、店は最初の顧客を迎えられる状態になりました。早いな。錬金術の技能を思い出し、新しい町で新しい生活を始める時が来たのです。まあそういうことらしいです。大鍋に材料を入れる。ポーションは材料から作られます。持ち物からデラリア2個と水花2個を取り出して大鍋に投げ込みましょう。材料を移動させるにはマウスボタンを押したまま材料 OK。 地のエレメント処方の中で最もよく現れる魔法のセリフにちなんでいます。2個はっ、入る。はいはいはい。で、水花、水と関係がありそうです。ないかもしれないです。かわいい花が散る。かき混ぜる。材料を加えた後ポーションをかき混ぜることができます。はい。ポーション1個は材料によって決定される道を下っていきます。スプーンを使います。マウスボタンを押したまま希望の位置に来るの。おー、触れてます。未知の効果。沸騰させる必要があります。ふいごの取っ手をつかみ、すごい、できた。早い。猫が暴れている。完璧です。終了します。はい。材料をすりつぶす。乳房と読めない。8。解放することができます。水花とテラリアを使って、あ、こっちね。うわ、パンパンやわ。パンパン。ドロドロになるまで潰して、1個だけまだいらない。この型を入れます。あー、気持ちいい。あ、潰れる。えい、コツコツ。大鍋にこういうのは素手でね。んで、またこれと、ほいほい、こいつ素手でいきますと。んで、スプーンで、おお、こっちだよ。ウィーブを使って熱しましょう。
ても材料を無駄に使ってしまうことが多くなります。向上心がね、高いね。あ、向上心です。しょ、終了しましょう。お、あ、そうか、これができたんですね。部屋から部屋への移動、面白いんだよね。売るの？店に行くにはクリックするか。いい、また。お、A D W、はん。なるほど、売り物として提供する。まあ確かにね。いつ誰が怪我するか分からんから、たくさん作っときましょうと。目死んどるおじさん来た。ポーションに戻して提供しましょう。はい、乗っける。こんにちは、昨日友達のところのパーティーで熱々のスープを飲んで舌をやけどしちまったんだ。おかげで味を全然感じない。猫舌やって。いや、もう諦めな、もう舌やってんだから。天秤乗せてください。はいはい。重さなんやね、この時代は。値段交渉、すいません、チュートリアを完了してくださいで怒られた。はい、携えてる。はいはい。店主が病気、起き上がることもできない。いい薬はありませんか。いや、いいのあるんですよ。これがどうぞ。あ、ここで値段交渉が来てる。たくさんは払えません。何これ。印が金色のボーナスに入った時に値段交渉を押すと取引条件が向上します。ボーナスエリアに命中すると天秤はあなたの得な方に傾きますが、失敗すると逆になります。え、確定するのはここ。ページは、はい、いいのかな。え、さっきのが高かったけど、いや、なんかパソコンだったけどな。切れちゃったよ。あー、戻れるの。庭に行ってポーションの材料を集めましょう。実験室の右にあります。それちょっと後で読みますね。材料集め、テラリア1個と火の恐れてはいけません。左上のアルトを押すといつでも塗り直せます。うん、潰してみようか。ほら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 、くらえ。うん、こっちと
そのまま使うという、罪深いよ。こっちだよ。お、できた。お、普通にできたわ。毒の弱ポーション。もう一個か。お、できました。出来たてです。あ、ネズミね、やっぱり。猫いらずの瓶。猫いらずの瓶。出来たてです。飲み込んでしまって。もう少々。ちょっと。これ以上上がんないのか。あ、やばい。客が店を出ると寝室で休むことができます。はあ、頑張ったね。あ、寝室2階にある。かわよ。どくらあるけど大丈夫。あ、いいね、なんかこういうの錬金術師みたいな感じで。これが1日目だから、これエロ本だね。これベッドをクリアする。はい、おやすみなさい。なんかもう手に入ってるけど、セルフで手に入ってる。チュートリアル終了。試着があります。あなたのポーションの店です。自分で決めてください。お客さんに挨拶し、おしゃべりし、ポーションに値段を交渉し、魔法の匂いから忘れずに材料を集め、錬金術マップを少しずつ探索しましょう。頑張って。ありがとうございます。優しいチュートリアルの人。人か分かんないけど。で、これが裏庭の一つ。水と関係がありそうです。収穫できる。ほよほよほよ。この庭すごいな。お、なんか目標達成した。これはどう？なんか新しいなのか。やってみる。あ、これ新しいやつ。広く信じられていることとは裏腹に、ゴブリンはこのキノコを料理しません。もうひどい名前だね。じゃあ直接も入れられるし、砕くこともできる。ほら、潰れろ。ちゃんと帰ってきた。切られないね。なんか水花めっちゃある。水と関係がありそうです。ほら、あ、ちょっと待って、これなんかこっちに向かってるよね。これいらないんだけど。ポトッ。やり直したい場合は、あ、レベルが見れる。才能ポイントとかあるね。ちょっと後でやるか。これ何？あ、これで。進歩。あ、名前。これ何？ちょっとプロにしかわからんやつだね、これ。プロにしかわかんないです。こっちとかに行きたかったけど、こっちに来ちゃった。
れが入ってますよ。これ何？ちょっとタイミングわかんない。お、できました。弱ポーション、いろいろやってみないとわかんないね。チワのように使って進めます。えっ、もさもさ、おいおい、あ、上に行った。え、そんな上に、えっ、お、なんか上行ったけど、なんかすー骨骨やねんけど。あ、なんかもうできてるよ。あ、通過しなきゃいけない、ごめんなさい。あ、ここで道が分かる。なんか屍越えてく、屍越えてくか、なんか面白そう。行け、この野郎、行っちまえ。ん、んあ死んだ。やっぱ墓場なのね、ごめんなさい。来ました、ごめんなさい。あ、これ寄るのもやばいかも。戻ってくる、大きいんじゃない。よいしょよいしょ、おつぶりなさい。よいしょ、でこれをこっち行って、薬使わないね。あ、なんかこっち、あ、ちょっと待って、こっち、なんか死にそう、また、また死にそう。まあでもなんか道が広がってって何があるか見えるようになるのはいいことかもしれない。えっ、うん、なんかやばいのある。あ、なんかここに、あ、ここ行きたい、私はそこに行きたいんだ、行きたいんじゃが、こっちから行ける。なんか渦巻きがすごい、あれなんだよ、やばいから。ついてんじゃないの、ダメこれ。行けた、マナ、こう魔法使いがもう喉から手が出る欲しいやつ。いいじゃん、いいじゃん。なに、これ何、何、ちょっとわかんない、カスタマイズ性が高すぎて。これもすげえ、ここに行くまで手間取ったね。ピンピン、ここスタート。あの、こっち側とか行きましょう。じゃあ、んーんー、よいしょ、これ使うタイミングわからん。ひゅひゅ、もう終わりじゃない、ここ。いや、どっちにしても死ぬっていう。じゃあポーションにしますか。じゃあポーションいっときますか。内側攻めるのやめよう。ロロロロ、もう慣れてきたね。おやややや、やビュービュービュー、はい、何時かな、はい、もうなかなかこれ気になる。こっち行きたいね、音楽がね、いい音楽で。
ここに来た。あ、いける、これだ。汚いんだよな、同じ洗わないから。よし、いいんじゃない。いや、すごいいい速さ。あ、作ったことあるわ。ちょっとボケてるな。保存しとこう。保存したら何なの。これタスクだ。あー、はいはい、やってけよってやつね。これまさか覚えていかなきゃいけないのかな。どっちのが楽なんだろう。1000人も行きますからね、そろそろ。錬金術仕組み、治療のポーションくれ。盗賊に矢で肩を打ち抜かれた。どこをガードしてるじゃん。1ヶ月もかかる。やばいね、それは。盗賊、どうするぞ。とりあえず交渉しよう。いいよ、くれてやる。こんにちは。村で困ったことが起きているんです。害虫が小麦畑に大発生。お、ありますよ。どうぞどうぞ。12か。はい、変わらない。変わらない。じゃあいいや、くれてやる。昼に変わったスープを食べたんだけど気分が悪くて、うん、来たね。愚かな。ダメだよ。もう大事になさってください。一応値段交渉しますけど。はいはい、変わらん変わらん変わらないね。いい、お大事に。おひげ、こんにちは。あなたが新しい錬金術師ですか。そうなんですよ。え、この人は商売上手な人来た。かわいいラベンダーが刺さってる。高い。濡れていてぬるぬるします。絡まりそう。あ、これ持ってないね。34円もする。161円。どこか、わかんない。交渉できます。安くしろ。ちょっと安い。安くしろ。うん、これ以上むず。あ、なるほどね。こういうこと。あ、増えた。くそ、増えてる。今です。もうちょっと見ますか。3、1、1。ありがとうございます。商売上手さん。知っているものしか売りません。なるほど、ありがとうございます。やばい、まだ客いっぱいいる。速攻性の強い毒が必要だ。何も質問せず、このちょっとした取引ことは我々の間秘密にしておいてもらえるとありがたい。本当か、本当に十分のお礼なの。ここにたどり着きたいからな。これさ、あ、スリスリするとここまで行くよってこと。これだ。よ
しょよいしょ。今作ってるからね。ちょっと待って。ちょっと提供にはちょっと時間かかる。ほら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 。すげえ。ふうふう。はい。慣れたもんですよ。どうぞ。見てんのここじゃないんだよね。視線的にこの辺見てる。12 連続よし1個1円上がっためっちゃ上がってるいやちょっと切れられんだな。火のポーションがあればちょ待って新しいこと言ってんな。うんうん熱を感じます。じゃあ左の方かな。よいしょよいしょツン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 。ちょっとよいしょ2個とか使っちゃうかな。よいしょよいしょ。なんかここにあるな。全然違う。猫が鳴いてる。ここに投げると、ああなるほど。これなんだ。ちょっと上に行ってほしいわけ。これあれかな。あ行き過ぎた。行き過ぎた場合はどうなる。ダメだ戻らないといけない。もったいないことしてんな。猫が荒ぶってる。そしてよいしょ今です。何これ光欲しいものではない。なんかこっちっぽいな。猫が画面の前に来た。ちょっと今やってんのよ。ちょっとすごい。ああなるほどね。おいいじゃんこれでしょ。多分これじゃん絶対。そうでしょ。俺来た。イエーイお待たせしました。炎の交渉ね。おい値段交渉変わんないな。いいか。なんという偶然。あら君も。あ逆にね。冷たくできるものはないか。冷たいもさ。ちょっと画面を猫パンチするのやめてくれ。ちょっとマジで。スズメマス。こっち行くの。熱。こっちだよねこれ。水花っぽいけどね。水花直行すると完全に死んでしまう。一回あっちの方行きますかな。食べたいな。他の一個のテラリアでおろわ。でさらにあっちに行きたい。よいしょ。くっちゃくちゃよ。くっちゃくちゃ。くね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 。あ、なんかこれっぽい。これで一旦上がりつつ、うん、
分いけるんじゃないこれ。霜？思ってたのと違うんや。あ、冷たくだからこれいいのか。お、ま、あれちょっと。あ、ちょっと待って。あるよね。ボウネズミ。